もそうだな。あ、はじめまして。あ、よろしくお願いします。飲み物買ってもいいですか？あ、どうぞ。あ、よろしく。でもマスク顔隠したいと思う。あ、マスク持ってきました。あ、じゃあマスクつけてもらってもいいですか？今回の動画は鈴木キキさんの提供でお送りします。ご視聴いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。外録チャンネル出演者大募集、概要欄に掲載されている Gmail までご応募お待ちしております。パブリックスタンド仙台国分町店さんにてトークライブを行います。9月23日18時開演です。12億稼いだ金がいきなりなくなっちゃったとか、はい、あの童貞から300円の女性を抱いたみたいなところで、なんかすごいそんな人いるんだみたいな思ってですね、ちょっとあのオファーさせていただいたっていうのが経緯なんですよ。まあでも意外と人数自体は珍しくないというか、1000人とか行ってる人もいる世界なので。そっか、その吉さんがいるのはそのなんかなんてナンパ界隈って言うんですか？もともとそうですね、そこからスタートしたんで、なんか自分が特別優れてるとかいう自覚もないですし。童貞からっていうところで言うと、あ、でもみんなそういう人多いんですよ、意外と。意外といますね。あ、でもさすがに25歳までっていうのは少ないですけど、はい、3、4人ぐらいは知ってますね。あ、そんなにいますか？で、そっか、お金もだから12億ぐらいまで投資で儲けたけどってことですよね。そうなんですよ。でもそっか、それが詐欺かなんかで消えちゃったってことですか？消えちゃいましたね。はぁ。スキームってやつで。あ、そっか、もういわゆるベタな詐欺の手口ですよね。はい、あ、そうです、そうです。はぁ。ちなみに今は、はい。何されてるんですか、ゆうさん。今もう、まあ一応、その、登記上は経営者なんですけど、はい、収入がないんで、まあニートみたいな感じですね。で、一応恋愛コンサルみたいなの教えてはいるんですけど、はい、まあ長期で50万円ぐらいもらって教えてはいるんですけど、はい、直前キャンセルが連続しちゃってですね、申し込みが。それで僕もなんか、ちょっとやる気が落ちちゃったというか、それでまだ今のところ動いてないですね。あ、そうなんですか？そうですね、はい。ちょ、今は何のお金を元に暮らしてるんですか？もう銀行にあるわずかなお金を元に、生活してるっていう感じで。切り崩されてるとかね。そうですね。で、クレジットカードとかでいろいろ、その、自己投資というか、教材を買ったりしてるんで、分割で。そうそう。借金で、まあ、200万ぐらいとか、そんな感じのイメージです。はい。今何歳なんでしたっけ？今34ですね。はい。ナンパ師みたいなことは継続して続けてるんですか？いや、ナンパはもう7、8年ぐらいやってないですね。そもそもが。そうですか。8年、9年とか。はい、そんなもんですね。やっぱり効率が悪いんですよ、ナンパって。それこそ5時間とかかけて女の子1人行けるか行けないかとかいう世界なんで、うん、相手を選べば選ぶほどその時間って伸びていくんで、うんってなったら最初から話すこと前提になってるキャバクラとかギャラ飲みとか、そっちの方が効率的だなと思ってそっちにシフトしたんですよね。とかギャラ飲みは、はい、まあ女の子のテンションとしては、はい、まあ抱かれる可能性あるし、はい、まあ気に入れば抱かれてもいいかなぐらいの感じの子が多いんですか？いやー、なんかそれも相手によるんですけど、うん、ある程度まあ港区で飲み慣れてる女の子とかの方が意外と話が早いというか、こっちの実力次第なんですけど。へえ。でもそれはお金が発生するんですか？やっぱお金発生しないように努めてますね。そっか、お金発生させたらやりやすいですけど、最低料金で。なるほど。はい。教材とか売ってまして、ギャラ飲み攻略っていう、一番そのギャラ飲みでランクが高いパトっていうアプリがあるんですけど、それの攻略教材みたいのを売ってたりはしますね。ギャラ飲みで一番ランクが高いってのは、女性の。女性のスペックが高くて、キャバ嬢、ラウンジ嬢とか、まあ、AV 女優とか、レースクイーンとか、あとインフルエンサーとか、そんなレベルの人が登録してるんですか？そうなんですよ。意外と、だからキャバクラっていうくくりだと、インフルエンサーってなかなか兼業でキャバクラで働くとかないと思うんですけど、はい、なんかそこがちょっとフランクな感じというか。へぇ。一応、もしそのパトっていうアプリは、はい。要は男性側がもう登録するのにお金かかるみたいなタイプですか？登録はお金かかんないですね。ただ、呼ぶのに30分あたり7、8000円ぐらいかかるっていうイメージです。はい、そもそもパパ活とかギャラ飲み前提だから、はい、お金払って呼ぶってことなんですか？そうなんですよ。そこはもう参加料みたいな感じで。で、さらにそこから交渉してんねんみたいなことはさ、言いはしないけど。いや、交渉はね、まあ、
なんていうんですかね、まあ、3割ぐらいその割り切りの子はいるイメージですね。あ、もうお金のためだけで、はい、お金もらえばやれますよみたいな。ただそこ狙ってもつまんないじゃないですか、正直。うんうん、だからお金もらくれるっていうお客さんはいるけど、やってないよっていう女の子を落とすっていうのを目標にしてます。へえ、はい、すごい面白い世界ですね。出身とかどうなんですか？出身は三軒茶屋に4歳ぐらいまで住んでまして。めちゃめちゃ都会子ですね。そうなんですよ、もともとは。でも、水道の蛇口ひねると錆びた茶色の水が出るっていうぐらい古いマンションだったんで、まあ、そこまで、まあ一般的な中流階級のサラリーマンの家に育ったっていう感じで、そこからまあ一軒家買うために川崎市に引っ越して、そこから15、6歳までですね、川崎住んでましたね。はい。もうそれ、それ兄弟とかいるんですか？兄弟はいなくて一人っ子なんですよ。まあ12歳ぐらいまで明るく朗らかな性格ではあったんですけど、女性に対しては本当にシャイというか話しかけることできずに、で13歳ぐらいの時からですかね、母親がちょっと脳の病気で入院しちゃいまして、脳、はい、ちょっと血管が細いところがあって、それがたまに詰まって倒れるとかいう病気だったんですよね。ほうほう。それでたまたま症状が悪化しちゃって長期入院するっていう機会がありましてですね、それがきっかけで食事が変わったんですよ。それまでは本当に無農薬の野菜大量に食べて、ほうほう、食品添加物とか一切取らないっていう、なんか、あ、じゃあ結構ちょっと意識の高い食事を、お母さん意識高い系の食事をしてましてですね。へー、でもそういうのは好きだったんですね、無添加無農薬とか。まあなんか宗教じみてる感じで設定はしてましたね、本当に。だから、コンビニとかでお菓子とか買ってもらえなかったですし、はい。マックとか行っても、基本的には、フィレオフィッシュバーガーしか食べさせてもらえないんですよ。あ、そうなんすね。そうです、そうです。それで、ただ、まあ、そのおかげで肌荒れとか全然なくて、髪もツヤツヤだったんですけど、入院してから父親が弁当を買ってくるようになってですね、うんうん、オリジン弁当とか、うん、で、コンビニのスナック菓子とか、放課後食べたりとか、うんうん、で、お昼は父親からもらった500円の中で、菓子パン3つ買って食べて、っていう食生活してたら、どんどん肌汚くなっちゃって、あ、そうか、もう急激に不健康になってくるんですね。いや、そうなんですよ。1、2ヶ月ぐらいでもう顔中ニキビだらけみたいな感じになって。あ、しかも耐性がないんですね、そういうものに対しての。そういう添加物とか。あ、そうだと思いますね。取ってなかったから、一気に来ちゃって、そっからどん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 底みたいな。暗い生活になってくっていう暗黒時代がですね、始まりましたね。それやっぱ、なんか見た目がちょっと悪くなっていくことが。そうです、そうです。最初自分も気にしてないんですけど、なんか気づいたら女の子からも声かけられなくなっていくし、で、イケてるグループからちょっと外されて、ちょっと陰キャグループに入ってみたいな。あ、じゃあシャイだけど、モテるというか、はい、イケてるグループにはいたんですね。それまでは。でもモテなかったですけどね。モテなかったですけど、一応一軍グループみたいな。はい、それってやっぱ外されることで気持ちも暗くなっていくんですか？そうですね。あとは、まあ、パソコン買い与えてもらったっていうのも重なって、普通の人とコミュニケーションするよりも、ネットで、オンラインゲームで、チャットでコミュニケーションするのが楽しいなってなっちゃって。ああ、なるほど。で、しかも、実際会うと怖いんですよね。やっぱり肌汚いとか言われるのが。それがないネットって最高だなと思って、どんどんのめり込んじゃって、はい、ひたすらイノシシ槍でついてました朝から晩まで。そっか、だからそれが、はい、さっき言った25歳童貞とかみたいな、そうですね、なってくるきっかけというか。そうなんですよ、そのダブルパンチでね、うん、ダブルパンチというか、まあ、組み合わせで、うん、だからまあ一応高校受験はして合格はしたんですけど、うん、まあ、1年ぐらい高校に通って、うん、でもやっぱ電車とかで向かいのおばさんとかでジロ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 見てくるわけですよ。あの子肌どうなってんのみたいな。え、てかそんなレベルで汚いんですか？いや、マジでやばくて、学校一とかいうよりも地域一ぐらい汚いっていうか、それこそもうあらゆる美容液とか買いましたし、でもダメで、うん、うん、本当にきつかったっすね、あの時は。で、1年通って、バレンタインデーの時に、なんか、
教室が空いてなかったんですよ、行ってき入った時に。で、ほうほう、空いてないから帰るかと思って、なんかその思考もよくわかんないですけど、うんうん、まあ、家帰って、そこでなんか父親にちゃんと学校行かないならもう好きにしなさいって言われちゃって、うんうん、成績とか良かったけれども体育の授業とかがちゃんと出てなかったんですね僕、うんうん、体育の授業出てなかったことにフォーカスされて全部ちゃんとしてないっていうような言い方されたから、なんか勉強とか頑張ってるの無駄じゃんと思って、で家出して、うん、おばあちゃんの家に行くんですよ、うん、杉並の東高円寺ってところにあって、うんうん、でちょうどカナダに旅行行ってたんですね、そのタイミングで。おばあちゃんか。はい。で家も古いんでお風呂の沸かし方が分かんないと、うん、でお金もないし銭湯に行けないと、お風呂に入れないってなって、うん、お風呂に入れない状態で学校行けないじゃないですか、うんうん、それで1週間ぐらい学校行かなくなったら、もう今まで溜まってたもんがブワッと吹き出してきたというか、うん、電車で高校生とかにはあいつキモくないみたいな言われる日々で、それもう辛かったなと思って行けなくなっちゃったんですよね、うん、電車乗れなくなっちゃって、うん、それがきっかけで引きこもり生活みたいな感じになって、で最終的には外にも出れないしみたいな、ずーっとカーテン閉め切った部屋で昼過ぎに起きて深夜4時ぐらいまでゲームするっていう生活をですね、ずっとやってました。それじゃ杉並のおばあちゃんに。そうです、そうです。じゃあそれ高校は辞めるんですか。高校は16歳ぐらいで辞めて、はい。でも高卒認定を辞める前のタイミングで取ってたんですよね僕。だから一応その年齢的には大学受けられないけれども、高校は出ましたっていう状態だったんですよ。あ、そうだ、高校辞める前提で高卒認定をその中退する前に試験で受けたってことですか。はい、あ、そうなんですよ。たまたま受かって最低点で取れたんですけど。あ、ボーダーギリギリで。そうなんです、そうです。はあ。え、でもだから引きこもりは脱却できるんですか、どっかで。いや、それでもう高卒認定取ってるし、俺全然大学行けるじゃんと思って、そのまんまゲームにのめり込んでいくわけですよね、うんうん、18歳ぐらいの時にちょっとこのままじゃやばいなと思って11月ぐらいから勉強し始めるんですけど、全然ダメで、何を勉強すればいいのか分かんないし、で2年かかりましたね僕は。そこから二浪して。で20歳で大学に行くんですか。そうなんですよ、結構時間かかっちゃって、それもやっぱりその誘惑に勝てずにゲームやっちゃったりとか、 あとはまあ外行くの怖いから予備校の授業もちょっと途中で挫折しちゃってですね、うん、6月ぐらいの段階で行かなくなっちゃってっていうのが1年目だったんで、うん、あと記憶力がめちゃくちゃ悪くて日本史選択してたんですけど、なんか全然覚えられなくて、関ヶ原の乱が何年に起きたのかって覚えたのが冬みたいな、うんうん、だから勉強は苦手なんですよ本当に。うん、うん、でもそれで大学行くじゃないですか。はい、そうか。でもその時大学時代もまだ肌汚いですか。もうずっと汚いまんまですよね。ああ、なるほどね。ちなみにお母さん、その、なんですか、入院しちゃったじゃないですか。17歳で他界しましたね。あ、早いっすね。そうなんですよ。その手術も失敗しちゃって。そっか、難しい手術だったんですか。まあ、脳なんで、切り取ったら人が変わっちゃったんですよね。悪い部位を切り取ったら。でも、5歳の女の子みたいな感じになっちゃって。はい。知能レベルが下がるって、めちゃくちゃ下がっちゃって、ご飯食べたかどうかも思い出せないみたいな、そういう感じになっちゃったんですよね。その状態が2年ぐらい続いたんで、まあ、自分の中ではもう死んでたっていうか、だから葬式の時とかも全然泣けなかったですし、なんか、そうか、もうその術後の知能5歳になっちゃった時点でもう自分の知ってるお母さんはいないってそうなんですよね。でもお母さんはまあ、ちょっと病的なまでにオーガニックしてたよでも好きな存在ではあったんですか。いや、なんかおかんに対する愛情みたいによくあるじゃないですか、よく聞くような愛情は僕なかったかもしれないですね正直。そこまでっていう、まあでもマザコンではあったんで、うん、どっちなのかなって今自分でも分かんないですけど。じゃあそのお葬式のタイミングよりはその幼稚園状態になっちゃったお母さんと接してる時の方が悲しいんですか、気持ちとして。いや、徐々に徐々にじゃないですか。やっぱり悲しいというよりも、あ、なんかいなくなっちゃったなっていう状態でずっとコミュニケーション取っててっていう感じなんで、はい。そっか、じゃあそれなくなっちゃってて、はい、でそれ状態で一応大学一応そうなんですよね。
入学はできたんですけど、うん、やっぱりその引きこもりと肌荒れ、うんうん、でバイトもしたことないと、うんうん、人とのコミュニケーションが分かんないってなって、一応大学1年生の時クラスがあるんですけど、うんうん、友達は一人もできずにですね、うんうん、で2年3年経つとゼミサークルとかみんな活動すると思うんですけど、はい、その一切入らずひたすらあの大学の授業だけ受けて単位を取って4年間何の思い出も作らずに大学を卒業しました。24の時に大学出ましたね。はい、まだだからその時点で童貞ってことなんですか、ね、童貞です、童貞です。全然もう悩みってほどではなかったですけど、どうなっちゃうんだろうな俺ってなってましたよね。就職もしなかったし、うんうんうん、このまんま行って一生彼女できない俺って生きてる価値あんのかなって。父親も23で死んでたんで。お父さん死んでたんですか。そうなんですよ。だから誰のために生きるわけでもなく、何のために俺生きてんだろうなって思ってました。 お父さんなんで泣かれちゃったんですか。は、まあカップラーメン食いすぎっすね。なんか、あ、そっか、だからお父さんは、はい、そっか、息子にもそうだけど自分も、いや、もうめちゃくちゃ極端な家でカップラーメンとかも全然気にしないで食ってたんですよ。もう毎日酒めっちゃ飲んでましたし、大五郎のあの4リットルぐらいのボトルが家に何本もあるみたいな。あ、お父さん亡くなっちゃった。その大学の学費とか出したんですか。は全部父親が出してくれてましたね。じゃあお父さん何の仕事してたんでしたっけ。一応エンジニアですね。システムエンジニアで、はい、それなりの企業に勤めてたって感じです。ああ、はい、なんか大きな企業で収入も良くて。そうです、そうですね。はい。じゃあ亡くなっちゃったら遺産みたいなのを相続するってことですか。そうです、そうです。とかで4000万ぐらい入ってきてですね、あとプラスで家が入ってきて、それでまあ親の遺産使って投資でご飯食べていこうと最初思わなかったですけど、まあとりあえず、うん、就職活動もしようかなと思いつつ投資始めてみたんですよね。そしたらその時がちょうどアベノミクスが始まった時で、ガーッと株価が上がってった時だったんですよ。で、タイミング良くて、もう初年度から400数十万ぐらい稼げたんですよね、僕は。あ、その、投資益というか。そうです、そうです。あ、勉強は苦手だったんですけど、自分の好きな分野勉強するのは得意で。で、まあ、株の本とか何百冊っていかないですけど、100冊以上読んで、まあ、ツイッターとか、ひたすら有名な人フォローしまくって、どういう視点で投資してるのかなとか。分析したりとかいろいろ情報をインプットしてですね、朝から晩までやってましたね、投資の勉強。あ、ちょっとゲーム感覚でもあるんですか。そうですね、はい、ゲーム感覚だと思いますね、うん、うまい人の見習ってうまくなろうみたいな、はい、女性への欲求みたいなのが爆発するのはどういうきっかけがあるんですか。いや、爆発っていうよりもなんか25歳の節目、誕生日迎えて区切りがいいなっていう。四捨五入したら30だし、うん、ここで彼女作れなかったら俺一生できないんじゃないかなっていう、なんか思い込みができたんですよね、はいはい、それでたまたま YouTube でナンパ師の動画見つけてです、はいはいはい、童貞の男の子に、カリスマナンパ師がナンパを教えると、渋谷のスクランブル交差点とかで、はいはい、でそのカリスマナンパ師の人も実は今はカリスマだけど、もともと引きこもりパニック障害を抱えていて、女の子に声かけるなんて全然できなかったというところからスタートしてたっていう経歴を知って、この人みたいにもしかしたら俺もなれるんじゃないかなと思って、うんうん、それで渋谷に行って一人でナンパをするわけですよ。ただ怖いんですよね、女の子に声かけるって。女友達はおろか男友達も10年ぐらいいなかったんですね、僕。その状態で女の子に声かけるってなったらもう足ブルブル震えるし、うん、声も出てこないし、うん、だから話しかけようって毎日5時間ぐらい頑張ったんですけども、1ヶ月ぐらい女の子に話しかけられない時期が続く。それ業界用語で地蔵って言うんですけど。そうか、じゃあ地蔵状態1ヶ月続き。これは良くないなと思って、カリスマナンパ師の人にちょっとナンパを教えてもらおうと思って、でコンタクトを取った。あ、最初は別に誰かに習うこともなく、はい、見よう見まねで一応街に行ってたんですか。そうです。はあ、そっか。で DM とかで習いたいって習わせてくれるものなんですか。
でもその人はもうナンパ講習はしてなかったんですけど、カウンセリングだったらいいですよって2時間ぐらいですかね、お話しして、でついでで、じゃあナンパ教えることはできないけど見てるぐらいならいいですよって言われて、じゃあ見ててくださいって言って、で女の子に声をかけるっていう第一歩目が踏み出せて、ほうほうほう、でもまあ何話せばいいかとか、どれぐらいの距離詰めればいいかとか、うん、どういう角度でとか、うんうん、そういう、まあ、ルーティーンとか、うんうん、テクニックっていうものは一切教えてもらわずにですね、はいはい、スタートしたんですけど、それでまあ11月末ぐらいに始めて、はい、12月の末までずっと毎日、うん、お昼過ぎから終電までナンパしてました。へえ、で初めてうまくいったのいつなんですか。は1月ぐらいですね。はあ、2ヶ月、まあ1ヶ月ちょっとですかね、はい、すごいもう辛かったですね、その時が。LINE すら聞けないんですよ、うんうんうん、なんでか分かんないけど LINE はちょっとみたいな、はあ、断られちゃったりとか、まあ今思うとそれこそ、まあ、肌も汚いままだったし、うんうん、まあ、コミュ力もひどかったんで、はあ、うん、何もいいところがない状態だったんですね、はあ、向こうからしたらなんか何の興味も持てない男性に連絡先を教えるってリスクでしかないじゃないですか。でそれで12月24日ぐらいですね、初めて LINE 聞けて、うんうん、相手ドイツ人だったんですよ。へえ、まあ確かに逆に、はい、旅行中？旅行中ですね、はい。でなんかその数日後ぐらいで別の女の子と初めて食事にも行ってたんですよ。その人もドイツ人だったんですよ、なぜか。外国の人優しいですね。そうなんですよ、ね、だからドイツ人って結構気が合うというか日本人と性格近いところあるんで、へ、はい、それででも一応女の子連絡先聞けたしご飯行けたけど、本当にコミュニケーション、深いコミュニケーションができる日本人からは何の魅力もない男性だって思われるんだなって思ったら、もうめっちゃバッと入っちゃって、うんうん、ひたすら泣いてましたね、家でね。泣いてたんですね。一番ひどい時はもう女の子に渋谷でナンパ断られて、まあ、俺の人生なんだと思ってんだよって、ふざけんなって言ってカバンをバーンって地面に叩きつけて、意味不明なんですけど、逆ひれみたいな、えみたいな。それはちょっと怖いっすね。いやだからやばかったですよ、あの時の精神状態は。人殺してもおかしくないんじゃないかぐらいの。だから、その原動力が僕は女性に復讐したいって思ってやってたんですよ。へぇ。俺をこんな目に合わせやがってと。俺の人生めちゃくちゃにした女に復讐してやるって。何にもされてないんですけど、なんか、そうなっちゃうんですよね。童貞こじらせると。そこはもう女すべてってことですね。そうなんですよ。だから、なんか、無差別殺人とかする人いるじゃないですか、たまに。うんうん、大体童貞なんですよ。だからこうなるよなって、俺も一歩間違ってたらこうなってたかもしれないなって思うと、なんか非難できないというか、わかるよってなっちゃうんですよね。だから誰からも承認されない状態じゃないですか、つまり、うんうんうん、彼女いないって、うんうん、で風俗で素人童貞捨てたって、それお金で買ってるだけだし、愛情を、うんうんうん、なんか辛いなっていうモヤモヤを抱えたまま生きてる状態の人多いと思うんですよね。そのうちの一人だったんです、僕も。で1月ぐらいになってですね、いやもうさすがにこのままじゃ無理だなと思って、うんうんうん、で一流のナンパ師の人に教えてもらおうと思ったんですよね。あ、また違う別の。そうです、そうです。ほうほう。でいろいろ調べた結果、流星道場っていうのがあるのを分かって、ほうほう、その人はもうナンパで2000人ぐらい知っててですね、ほうほう、まず座学でどういう、うん、例えばそうですね、女の子に話しかける時の角度とか、どういう理由で女の子連れ出すかとか、はあ、はい、角度ってのはトークの、それとも顔の位置どうですか。話しかけ、どっから話しかけるかってあるんですよ、角度、最適な角度みたいな。あ、斜め前から来るんってすごい。あ、基本的にはそうです。へぇー、はい、で後ろからは良くないってことですか。絶対ダメですね、後ろからだと。怖いじゃないですか、女の子的には。だから、ある程度相手の視界に入ってて、かつ、パーソナルスペース、うん、女の子が怖いって思わない距離を空けながら、ちょっと話しかけるっていうのは、まあ前提になってくると思います。あ、まずそうか、そんな基本中の基本があるわけですね。そうです、そうです。いろいろあるんですよ。
で、女の子連れ出すにしても、口実が必要だとか、じゃあ30分だけでいいかと、からとか。まあ、女の子的には、もうこの人といつまで話さなきゃいけないんだろうっていう不安があるんで、じゃあ、友達と俺待ち合わせしてて、友達が30分遅れてくるっていうから、その時間だけでも付き合ってくれないとか。へぇー。わざと、なんていうんですか、偽りの時間制限っていうんですけど、そういうのを作ったり。はい。向こうがちょっと、はい、まあ、親切心を出したくなるような、なんか口実を作るんですか、はい、親切心っていうか、その相手の不安要素を先回りして潰すって感じですね。へぇー。そこでもそんなの教えてくれるんですね。あ、そういうのを1時間ぐらいかけて教えてくれて、ほうほう、で、実際ナンパしましょうって言って、池袋の構内に入って、ほうほう、で、女の子にひたすらナンパしてっていうのを1、2時間ぐらいやってくれましたね。駅地下っていうんですか？ああ、ほうほうほう、はい。人が多いってことです。要するに。はい、人が多い方がいいんですね。まあそうですよね。基本的に。回数詰めるんで。あ、そっか、回数も詰めるし。はい。はあ。そっか、それで、結構その、ヨシさんは、どういう女の子を成功できたんですか、はい、やっぱ。でも、女子大生とかが多いですよね。やっぱり、19歳とか、20歳とか、最近初体験を得た子とか、そういう子って結構遊びたかったりするんで。へぇー。うん、そういう子が多かったですね。え、ヨシさん、本当に童貞卒業した相手はどうしてだったんですか？は、群馬県の女子大生でした。へぇー。それが1月頭ぐらいですけど。雪降ってたんですよ、その日、めちゃくちゃ。で、電車止まっちゃってて、渋谷、当時ドンキホーテがあったところを、通りかかったら女の子と目があって、ファーストコンタクトで、あ、いけるかもな、みたいな。直感が働いて、まあ、そういうのもだんだん分かってくるんですよ。この子いける、この子いけない、みたいな。即系って言うんですけど、業界用語で。そうか、初対面だけど、はい、持ち込める可能性があるかどうかが、なんとなく顔で分かるんですか？あ、そうですね、はい。で、向こうも多分群馬出身だからそんなにナンパ慣れしてないっていうのもあって、うんうん、反応が良くて、で、漫画喫茶のシアタールーム行って、うん、で、なんか、ことを終える一歩手前ぐらいまで行って、へぇー、はい。で、あ、これ行けるかもなって言ってそのままホテル来ました。そうか、でもそれってちなみに全部初体験なんですか？キスとか、胸揉むとかも含めて。全部そうっすね。はぁー。そっか、それでも向こうにはバレなかったですか？こいつ童貞だなんての。いや、言ってたと思いますね。これ経験ないよって。へぇー。はい、もう絶対嘘でしょって。手間とかも慣れてるし。うんうんうん。なんか AV とかで勉強してたんですよ。コツコツ。あ、そうなんですか？それ知識あったんですけど。へぇー。そっか。で、いざ入れてみたら、うん、5秒で行きました。ああ、なるほど。でもしょうがないですよね。まあ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 。でもやっぱ達成感ありますか？やっぱ25歳までだったし。いやでもそこまでの年齢いっちゃうと、そういうなんか達成感とかドキドキとかがないんですよね。もう平常心みたいな。なるほどね。うん。それ5秒で1回行っちゃって、もうその場で収まるんですか？それ、もう1回みたいなのなんですか？僕2回行けないんですよ、基本的に。まあ、そのまんま朝迎えて、バイバイみたいな。連絡先聞こうとしたら、私そういうのやってないからって断られるみたいな。なるほど。セックスはいいけど、連絡先はダメなんですね。いや、だから、その、まあね、5秒ですからね。ああ、そっか、もう一回抱かれたいと思ってくれなかったんですね。そういう感じじゃないですか。わざわざ。それは、その後、じゃ飛躍的に伸びてくるんですか、この経験に。それがそうですね。1月は、その、1人だけだったんですけど、次の月は5人。次の月は7人。次の月は9人。もう正確に覚えてますね、それ。へぇー。1、5、7、9、13、11、7。それで半年間活動休止して、はい、彼女と付き合ってたんですけど。あ、彼女できたんですか？できましたね。はい。それでもナンパした子？そうです、そうです。それで、まあ半年間置いて別れて、うん、で、またナンパ始めて、計1年くらいやって、うん、70人ぐらいですね。経験人数は。そっか、で、そっからその、ナンパはやめるけど違う方法になってたんですか？あ、そうなんですよ。ナンパやめて、まあ、仲行きしたい女の子って結構多くて、クリじゃなくて行くっていう、地球で行くって感じです。はい。結構多いんですよ、彼氏いても。うん。なんかナンパで、まあ、ある程度経験積めたんで、その、積んでる間に、女の子を行かせられない自分ってなんか嫌だなと思って、これも講習行こうと思って、そうそう、中行き講習みたいに行
ったね。へえ。それでウグイス谷のビジネスホテルで、うん、男の人7人ぐらいかな、もう小汚いおじさんとかですよみんな、うん、で若い子も1人いて、で僕含めてまあ8人ぐらいか、で女の子が1人いて、でその女の子とおっさんが本番してるのを見るわけですよ、うん、こうやって動かすんですよ星とか、ほうほう、手間はこうやるんですよとか、うん、そういうのを教えてもらって、まあ、それで何万ぐらいだったかな、2、3万ぐらいだったかな、払って、うん、まあ、そういう技術がありますよ。でもまあ教えてもらってその1日で習得するってできないわけですよね、うんうん、だからまあそこから1年ぐらいかかりましたけど、うん、それである日、まあ、すごい感度がいい子がいて、音大出身の女の子で、うん、その子を仲良きさせたのがきっかけで、うん、あ、こうやれば女の子って仲良きするんだって分かって、うん、でそこからナンパでもう何人も仲良きさせるようになって、あ、これは自分の技術活かせるかもしれないなと思って、うん、で、あの動画を撮ってツイッターとかブログに投稿して、まあ、今でいう裏垢男子みたいなことをやって集客してました。あ、そっか、今度はもう絶対行かせてくれるやりちんがいるみたいな感じで、行きたい女の子が群がってくるんですか。向こうからどんどん来るんですよ連絡が。へえ。だから1年で300件ぐらい来てましたねその時は。ちなみにその動画の出てる女の子っていうのはモザイクがかかってるんですか。モザイクかけてますね、はい。あ、でそれ編集して、はい、じゃあ許可取るんですか女の子に。許可はあの取ってましたね。はあ。まあ動画 NG な人もいましたけど、まあそもそもだから彼氏とそういう悩みを持ってますとかいう人が来るんで、もう抱けない確率がほぼゼロ。まあドタキャンとかもあるんですけど、うんうん、それで地下アイドルとか、まあキャバ嬢とか本当に何十人も来ましたし、うん、レースクイーンとかお医者さんとかも来ましたし、へー、幅広かったですね。なんか高学歴多かったですね。あと、あ、そうなんですか、うん、高学歴の人はそういう、まあ、そうか、ちょっと知的好奇心みたいな意味もあるんですかね。と、あと、まあ、文章長いブログだったんで、ある程度読める人じゃないとたどり着けないとかいうのもあったでしょうし。で、それどんどん、その、女性経験をもうし、200人ぐらい。へぇー。で、じゃあそうやってその経験人数を増やしてる間に、はい、さっき言ったその資産みたいなのも増えてくるんですか、さっきの。その、あの、親の遺産を使って。資産はそうですね。順調に右肩上がりで増えてて、そうですね。その時、まあ、仮想通貨バブルとかが、ちょうど来たぐらいのタイミングでしたかね。それじゃあその時はもう結構気持ち的にはハッピーなんですか。お金も増えてるし、時ってちょっとコンプレックスだった女性経験みたいな。いや、そうですね、もう何もかもがうまくいってましたね。はー、まあ、資産も1億超えて、ほうほうほう、だけどまあ仮想通貨で1億超えてたんで、それはちょっとまた現金での安心感とちょっと違うっていうところありましたけど。気持ちっていつになくなるか分かんないみたいな。そうですね。あとはまあ税金の問題とかもあるんで、すぐに利益確定できないですし、うん、うん、え、それちなみにどうやって12億まで増やしたんですか。12億なくなったって言ってたよ。あ、はもう単純にその仮想通貨バブルに乗ってって感じですね。そう、仮想通貨じゃマックス12億まで膨れ上がったっす。そうなんですよ。1日で3億とか増えてましたね。一番いい。ビットコインとか一時すごかったですもんね。いや、そうなんですよね。はあ。え、それじゃ逆に何でなくなったんですか。はでも、あの、海外移住して利益確定したんで、そのまでの時間がちょっと空いちゃったっていうので、うん、バブルのピークを過ぎ去ってたっていうところがありましてですね、まあ7億円ぐらいになってたんですよね。うんうん、で、それをちょっと今まで、まあ、投資自分でやってきたけど、1日3億減ったりとか、まあ1年で積み重ねてきた利益が1日で飛ぶとか、そういう生活に疲れまして、うんうん、なんか人に運用任せたいなって思ってた時に、うまい話が来ちゃったって感じです。ああ、なるほど。運用上手な、はい、もう、すごいやつがいるみたいな。そうです、そうです。はあ。え、それにじゃあいくら渡したんですか。まあ、あの、最初は、まあ、少額で行こうかなと思ったんですよね。向こうもなんか、うん、よくわかんない。インド人だし、うんうん、怪しいし、うんうん。でも、まあ、セブン&ホールディングス、セブン&アイホールディングスの副社長とかも投資してますと。実際名簿見せてもらったりとか。そうそうたる有名人みたいな投資してると分かりましたって言って、3000万スタートだったのが1億になり2億になり、へー、で家族に会わせてくれたりとかもしたんですよ。それがね、なんかあざとくて可愛いんですよ子供が。
インド人と日本人のハーフなんで、目クリクリで、こんな素敵な家族が詐欺するわけじゃないって感じはするんですか？絶対もうありえないと思いました。へえ。笑顔とかもすごい自然だし、そのインド人の人のジョークも言ってくれるし、人良さそうだなと思って、クソ野郎でしたけどね。え、それで急に連絡つかなくなるみたいなことですか？そうですね、もうお金を全部出したぐらいの段階で返信がどんどん滞ってきて、うわあれみたいな。でその紹介してくれた友達というか、まあ知り合いに、うん、まあ連絡取れないんですけどって言ったら、その子を通じてだったら連絡取れるっていう状態だったんですよね。へえ。うん、まあその子も港区講師だったんですけど、うんうん、周りも結構やられちゃっててね、こそぎ有名どころが何千万かやられてる人結構いて、うん、1円も返ってこないですね。じゃあそれ一文無し的になっちゃったら、じゃあ何歳ですかその時は？は去年の4月ぐらいです。1年前。はい。はあ。7億がゼロ。ゼロっす。え、その7億ゼロになった時は日本にいるんですか？日本にいました。はい。どうやって暮らしてるんですか今、そのこの1年間は。いやでもなんか家があったんですよ。祖母がその前の年に死んでて、ほうほう、で相続でもらってたんですよね、家を。ほうほうほう。で売って、はい、そのお金を使って、まあ、知り合いのアフィリエイターの人からアフィリエイトシステムの利用権を買って、それあとガールズバーを買って。でもガールズバーの経営者でもあるんですか？あ、もともとやってましたね。はい。あ、もう売ったんですか？もうなんかトラブルがあって、半グレがちょっと乗り込んできちゃったりとか、いろいろありましてですね。え、おばあちゃんの家はいくらで売ったんですか？3000万ぐらいです。はい、で3000万円を元手に、はいはい、アフィリエイトシステムを買い、はい、ガールズバーを買い。そんな感じでしたね。はい。じゃあアフィリエイトの方は収入になってるんですか今？あ、で、その、まあ、600万ぐらいかな。総額で、うん。ASP のシステムを買ったっていう話だったんですけど、なんか、半年ぐらい経ってもできないと。まだできてないと。ほうほう。で、話聞いてみたら、その、広告を持ってきてくれるはずの中国の社長が今中国で裁判してて、それで、その人が仕事持ってきてくれないと広告が触れないから全部ストップしてます、みたいに言われて、ああ、そうですか。でもその人めっちゃ親身になって、僕が詐欺に遭った時とかも、どうやって復活しようかっていうのを考えてくれたんですよね。週3回ぐらい会ってくれたりとかして、NFT で復活しましょうっていう話をして、NFT の独自通貨を作るっていうサービスを作ろうとして、それで僕が資金集めしてたんですけど、でまあちょっと途中で頓挫しまして、うん、でもまあ僕にとっては命の恩人だったんですよねその人。うん、で1月ぐらいですかね、連絡したら、いやちょっとまだできてなくてって言って、でもまあ仮想通貨の最低取引っていう、自動取引によって、うん、まあ、月利 20% ぐらい出るシステムを今作ってるんで、それできたら、ちょっと無料で使わせてあげるんで、ちょっと待ってくださいって言われて、わかりました。3月ぐらいで、まだですかって。返信来なくなっちゃって。いや、またちょっと、その、7億ほどの規模じゃないけど、そうなんですよ。ちょい詐欺にあったんですか？あ、そうなんです。え、それ被害額は？でも全部で言ったら700ぐらいじゃないですかね。じゃあまだ2000万ぐらい残ってるんですか、おばあちゃんの。いやいや、それもガールズバー買ったりとかでいろいろで経営うまくいかなかったりとかして全部なくなっちゃった。おお、はい、もうほぼ一文なしですね。はあ。だから年内復活できなかったらもうちょっと再起なさそうだなって思いながら生活してます。そっか。そんな中、自分が書いたノートがバズってことなんですか？まあ、そんなバズってるってほどでもないですけどね。童貞男が12億かまで稼いだけど、はい、飛んじゃったよみたいなことをまとめて書いて。あ、そうです、そうです。そっか、それでそっか、取材とかが来てとか。あ、そうですね、日刊スポから。で、ヤフーニュース載ったりとか。でもな、これ嘘だろうってめっちゃコメント書かれてて、
まあ、それは嘘だって思うよなっていう感じではあるんですけど、うん、多分周りの人はみんな知ってるんで、うんうん、まあ、それきっかけで久々に連絡くれた人がいたりとか、見たよ、絶対ヨシさんですよねこれ、一人しかいないんで、へ、うん、ここは どうして来てどうするんですかね。いやもうなんかどうしようって思ってます僕正直、うん、なんかもう何やってもちょっとうまくいってないんですよ最近、うん、6月ぐらいに大阪の彼女に会いに行ったんですけど、うん、あやわすかってわかりますかね、あやわすか、わかんないです、わかんないですか、あやわすかっていうなんか神様に会える粉があるんですけど、それは合法でしょ、合法っす、ほうほう、合法なんですけど、ほうほう、まあ、今裁判中ですね厳密に言うと、え、裁判で今揉めてる人がいて、うん、はい、合法なんだけど違法になるかもしれないっていう状況ではあるんですけど、へ、それをなんか彼女と一緒にやってたら神様に会っちゃってですね、ほうほう、この世界の成り立ちとか、はい、そもそもこれ自体がゲームであるっていう結論に至っちゃって、うん、向こうの世界飛んじゃって、うん、死んだ後の世界に行くんですよその粉やると、うん、うわマジでくだらねえなーと思って、今まで何だったんだろう俺の人生と思って、神様も暇ですねとか話しながら、うん、気づいたらめちゃくちゃバッと入っちゃって僕、うん、うわマジでくだらねえとか言いながら壁殴ったりとか、うんうん、もう家具引き倒したりとかしてて、うん、そこは記憶ないですけど、気づいたら警察行って、うんうん、捕まってて、お、逮捕された、逮捕、まあ厳密に言うと保護らしいですけどね、あーなるほど、別にじゃあ、はい、何か罪に問われたわけじゃない、あ、そうですそうです、まあ14時間ぐらい拘束されて、で、はい、身柄引き受けにいないじゃないですか僕家族いないんで、うん、どうしようと思って、そしたら向こうのご両親が会いに来てくれるっていう話、うんうんうん、なんか大阪なんですけど静岡県から新幹線で来てくれる、下パンツなんですよ、なんかズボン脱いでて、あ、上パジャマ で髪なんか吐いたゲロでチリチリになってて、その状態で初めましてで彼女の家行って、ドア開けたらもうガラスとか飛び散ってて血まみれで、うんうん、僕血だらけだったんですよね、へえ、うわーと思って、彼女もトラウマになっちゃったとか言われて、うん、まあそりゃそうっすよね、うんうん、それでうん、なんかしばらく連絡取れてないっすね、確かにそれは距離置いた方がいいですよね、こいつはやばいぞって思いますよね普通はね、その粉は、うん、覚醒剤ではないけれども、はい、将来的には違法薬物になっちゃうようなぐらいの、うん、作用があるってことなんですね、まあアメリカだと違法だったりしますね、結構国によってって感じではあるんですけど、それが今たまたま日本では合法だったんですか、違法じゃなくて、あ、そうですそうです、オレンジジュースとかにも含まれてる物質なんで、あ、それをめちゃめちゃ濃度濃く抽出すると、あ、そんな感じですね、さっき言った状態に陥ると、はい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 、はあ、それが6月の出来事、そうなんですよね、まあそんなこともあって、で逮捕されるかもしれないですみたいなつぶやきをしたら、うん、コンサルの申し込みとかも流れちゃったりとかして、ああ、わあ全部噛み合ってないなっていう状態で今困ってます、なるほどね、はい、あ、そうか、コンサルって言うと何のコンサルなんですか、あ、恋愛、あ、恋愛とか、まあ一緒キャバクラ行ったりとか、じゃあそのギャラ飲みで女の子と話してる様子とかを聞いて添削したりとか、あとは外見とかですよね、うんうん、アドバイスしたりとか、なるほど、そういう仕事がいくつかあったわけですもんね、うん、え、今どこに住んでるんですか、今麻布住んでます、え どうやって、いや、なんか裏技使いましてですね、ほうほう、まあ収入がない状態でもちょっと済ませてもらってるって感じですね、はい、まあ家賃払ってるんですけど、家賃払ってるんですか、はい、まあでも本当にもう残りわずかって感じですよ、あ、そうか、今切り崩してるんですか、ね、そうですそうです、ピンチなんですよ、ピンチ、現在進行形ピンチ、いや、そうなんですよね、どうしようかなと思って、働いたことないじゃないですか僕、
一回も。確かに、ナンパは一生懸命頑張ってるけど。そうなんですよ。そうか、その間は、あの、投資駅で暮らしわけですもんね。そうなんですよ。だから、一回も実業で稼いだ経験がなくて。そこで今、送信使う金もないですもんね。ないんですよ。え？あ、じゃあこれ、この続き、ちょっとヨシさんの方のチャンネル用の動画に一回切り替えますね。はい。第6チャンネル出演者大募集。概要欄に掲載されている G メールまでご応募お待ちしております。パブリックスタンド仙台国分町店さんでトークライブを行います。9月23日18時開演です。終演後ファンコミュニティ限定の打ち上げも行いますので、よかったら入ってください。よろしくお願いします。